こんにちは、兄です。今日は2015年最後のお買い物動画になります。いやー、2015年ね、あっという間に終わっちゃいましたね。1年間いろいろお買い物してきてね、毎週動画の方をアップしていたんですけども、皆さんご視聴ありがとうございます。そしてね、これが今週買ったおもちゃなんですけども、今週はね、結構リミッター解除気味でいきました。もう気になるものは買うみたいな、そんな感じで行ったんですけども、請求書がすっごい怖いですね。まあね、買っちゃったもんはしょうがないですね。で、今週は何を買ったかね、じゃあ見ていきましょう。まずは仮面ライダーゴーストの GC07 闘魂ブースト魂です。ゴーストチェンジシリーズのね、新作なんですけども、中間フォームになるのかな、闘魂ブースト魂ということで、まあお洋服をね、着るタイプのやつですね。で、今回はね、なんか、フードがこう、開閉できるっていうことなので、ちょっと今までのね、ものと違うみたいですね。ここちょっと楽しみです。で、これはね、まだね、未開封で、レビューも作っていないので、まあ、レビューっていうか多分、着せ替えのね、写真動画みたいな感じになると思うんですけど、まあ、もしかしたらレビューも作るかもしれないです。で、次はですね、はい、これですね。闘魂ブーストゴーストアイコン。ちょっと中身入ってないんですけども、こちらでございます。これの音声確認はもう動画作ってますので、もし気になる方はね、ここら辺か、説明欄のリンクの方から飛んでいただければと思います。そして最後ね、ゴースト関係はあれですね。ちょっと指差しでごめんなさい。デラックスサングラスラッシャーっていう、闘魂ブースト魂の時に使うのかな、新しい武器なんですけども、まあ、サングラスがついていてね、その中にアイコンを2つセットするっていう、まあ、面白い武器になっております。こちらの方はね、レビュー作っておりますので、もし気になる方はね、説明欄の方等から飛んでいただければと思います。ね、音声は舐めた音声なんだけどね、すごい耳に残るので、ぜひ音声は一回聞いてみていただきたいっていうところでしょうか。次はこちら、ニンニン道場でね、当てた手裏剣が届きました。はい。なんて言うんだっけ、これ、合体ニン手裏剣って言うんだっけ。ライオン覇王を買うと、もらえるとか、そんな感じでしたよね。で、これはニンニン道場の方の、スロットで当てたんですけども、なんだかんだ言いながらね、ニン手裏剣の、何ニンニン道場のやつは全部当てましたね。最後のニンタリティの、なんかね、やつは、もういいやと思ってやってないんですけどね。まあ、これ当たりました。一応音聞いてみましょうか。かな。はい、こんな感じのね、手裏剣音声が入っております。二忍者もね、もうなんだかんだ言いながら、あと2ヶ月ない、2月の中旬ぐらいでもう変わっていくのかな。新作は動物戦隊獣王者っていうことでね、早いですね、1年で。獣王者はなんかブロックみたいなね、感じなこうロボットらしいんですけども、あの辺はね、すごい気になっておるので、ね、また新作始まったらおもちゃね、買っていきたいなと思っております。まあその前にね、ニンニンジャーがまだ終わってないのでね、ニンニンジャー頑張って応援してみていきたいと思います。そして次行きましょう。次は SH フィギュアーズカブトローとデッドヒートマッハでございます。デッドヒートマッハはもうだいぶ前に届いてる方もいらっしゃると思うんですけども、おまとめ便にしていたんでね、カブトローと一緒に届きました。で、カブトローは、そのストロンガーとセットになってるのと、この単品バージョンと2つあるんですけども、単品バージョンを僕は買ったんですね。ただね、今になるとね、セットバージョンもやっぱり買えばよかったかなみたいなね、そんな気になっております。セットバージョンはね、このお尻のところがね、こうエビの尻尾みたいにニョキッと出てるんですよね。ただね、もうストロンガーをね、持ってるからいいかなみたいな気になっちゃったんですけどもね。あとね、後ろがニョキッとなってるとね、非常に飾りづらいような気がして、まあいっかみたいな感じになったんですけども、どっかで見つけたらね、まあ安かったら買っちゃおうかなみたいな、そんな気分でございます。それでは次です。次は日本一のヒーロー雑誌テレビくん2月号でございます。これはね、一級ゴーストアイコン、これがついてるので購入しました。なんかね、ノーマルのデラックスゴーストアイコンとかね、ガシャポンのゴーストアイコンとはちょっと違うみたいで、押してもね、絵柄は回っていかないみたいです。まあただベルトと連動しているので、ベルトにつけて音声ね、一級ゴーストアイコンじゃなくて一級魂かの音声は聞けるので、アイコン集めてる方はね、買った方がいいんじゃねえかなみたいな、そんな感じでございます。でもうね、早速ね、動物戦隊獣王者がね、ここにドカンと乗っておりますね。ニンニンジャーがどこにもいないよ。ニンニンジャー少し、あ、ここにいた。ここにちょびっとだけニンニンジャーいますけども、
うん、まあね、もうすぐ終わるからこういう状態になっちゃうんでしょうね。はい、で裏面はこんな感じで、闘魂ブースト5サイコンとかサングラスラッシャーのね、まあ、宣伝が載ってますね。これはね、後で開封して、音声確認とか、あとまあそうですね、中身の確認というか、まあ、中身見せれないんですけども、どんな内容だったかみたいなねことは動画作ろうと思っております。次はチキモンです。ビッグカメラのワゴンセールでね、いっぱい並んでいたので買い足してきました。ケムール人とツインテールとあとグドンですね。この3つをビッグカメラで買いました。で以前ワゴンセールで買ったチキモンもあって、そこら辺と全部ね合わせてみると1体だけね足りてないのがあったんですよ。でそれが何かっていうとピグモンです。でピグモンだけないのはちょっとね、なんとなく気持ち悪いので、一生懸命探してピグモンも買ってきました。これはワゴンではないので、結構そこそこいいお値段でしたね。まあいいお値段って言っても1000円はしないんですけどもね。だからこれで一応コンプリートでございます。チキモンの動画はまだ1個も作ってないので、っていうかまだねどれも開けてないので、来年になるかな、来年ね、どっかで開けてそれぞれ動きを確認したりとかね、あとはまあ全部動かしたりとか、そんなことをやってみたいなと思っておりますので、まあ興味ある方はまた見ていただければと思います。次はこちらです。東映レトロソフビコレクションの仮面ライダー X でございます。いやー、 X ライダーめっちゃかっこいいね。うん、ね、Hulu で今仮面ライダー X 見ているんですけども、すごいね熱くなってね、思わず買ってしまいました。そしてね、 X がいるのならば宿敵ね、はい、ゴッド秘密警察第一室長のアポロガイスト。いやー、もうこの2体並んだらね、かなり気持ちいいね。うん、ナイスでございます。でこれはね、メディコムトイさんからね販売されているものなんですけども、受注生産なので普通にはねちょっと買えないです。で今までね、仮面ライダーとあと V3 のシリーズとかが出ていたんですけども、10月ぐらいからね X のシリーズが始まるっていうことで、 X はまだこれとこのねアポロガイストと2体しか出てないと思うんですね。でこの後怪人が販売されていくんですけども、12月の末日まで、まだ受注中なので、販売されるのはね、ネプチューンとイカルスかな、その2人がね今受注中なので、もしね怪人ソフビ集めたいなっていう方は、まあ、これがチャンスだと思うので、ね、予約の方してみてはいかがでしょうか。もう昔のやつはね、本当にたくさん出ていて、今からね、集めてコンプリートするのはね、かなり辛いと思うんですよね。だけど、X はまだ始まったばっかりだから、今からね、集めていけば、ね、だん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 揃っていく感じっていうのも、そんなにハードルは高くないし、うん、集めやすいと思うんですよね。まあ僕もそれに乗じて、ね、仮面ライダー X の怪人集めていこうと思って、まあ、買い始めたっていう感じです。でね、あとね、Amazon もね、今、受注が始まったのかな。2月の頭ぐらいまで、受注中なので、仮面ライダーアマゾンと雲獣人が今多分予約できると思うので、アマゾン好きでね、ソフビ好きの方はね、そちらの方もちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。いやーもうね、来年はねこういった感じなね、ソフビのレビューとかもねやっていきたいと思っているので、うん、ちょっと今年のうちにはできないと思うんですけども、1月中にね、こちらの仮面ライダー X とアポロガイストのねソフビレビュー作っていこうと思いますので、そちらも興味ある方はね見ていただければと思います。次はこちらです。ついにゲットしました、一点物のデザイナーズソフビでございます。どうですか、これめちゃくちゃかっこいいでしょ。すごい綺麗なんですよ。ドリームロケットさんの雲人間にブロッパスさんが彩色したものなんですけども、アシュラにね、ブロッパスカスタム1分の1と書いてあります。蓄光板にレインボーカラーでね、塗装なんですけども、うん、もう後ろもね、こんな感じで、本当にね、素晴らしい出来ですね。雲人間の造形もね、すごいですし、そこにね、このレインボーカラー、たまんないですよね。で、こういったね、一点物ソフビって、いろんなソフビコレクターの方がね、写真でアップしていたりとかしていて、それを見てね、すごいかっこいいなと思ってね、いつもね、憧れの眼差しで見ていたんですけども、まあ、ね、欲しいと思っても、普通にポンと買えるものじゃないんですよ。まあ、お値段的な問題であったりとか、あとはまあ、一点物なので、やっぱりね、抽選であったりとかね、本当にタイミングが合わないと買えないものなんですけども、まあ、たまたまね、ちょっと購入することができたので、本当に良かったですね。買うときはね、ちょっと躊躇したんですけども、買って良かったなっていうね、本当にね、毎日眺めて幸せな気分になっております。
またねチャンスがあればこういったねカスタム系っていうか一点物のソフビみたいなねこの綺麗な彩色バージョンとかね変えたらと思うんですけども、でもね普通のノーマルバージョンもね雲人間本当にすごい綺麗なので、うん、またねチャンスがあればドリームロケットさんのねソフビもちょっと集めてみたいなと思いました。最後にアシッドレインのローレルです。アシッドレインはですね、香港トイのデザイナーズミリタリーフィギュアみたいなね、感じなんですけども、いや、これがね、本当に良くて、10月ぐらいに買ったのかな？まあ、ワンチームね、その 3.51 フィギュア買ってすごい良かったので、まあ、こちらのね、方も買ってみました。まだ中見てないんですけど、ちょっと開けてみましょうかね。さあ、どんな感じなんだろう。はい、発泡に入ってる。発泡に入っていて、よいしょ、お、あ、もうフィギュアがポロンと落ちちゃった。結構軽いんだな。はい、まずね、こちらに 3.5 インチのね、こう登場する人ですかね、こちらが入っておりました。素晴らしい出来ですね。いや、可動がね、結構いいんですよ。かっちりとね、クリック式で動いてくれて、でね、これね、本当に細かいんだよね、作りが。ヘルメットがね、これが脱げるんですよ。ほら、脱いだら中に人のね、顔がバッチリあります。ちょっとボトムズの人に似てるかな。うん。で、このね、ヘルメットまた被せて、ここもね、ピコンと開くんですよ。はい、こんな感じで開きます。いや、めっちゃかっちょええ。いいですね。このシリーズ本当に大好き。うん。ただね、結構華奢な感じっていうかね、ちっちゃいんで壊しそうで怖いんですよね。無理して曲げたら折れちゃいそうなね、そんな感じもしないでもないので、うん、若干こうこわごわ扱ってるんですけども、これね、今度外持ってってね、こう写真とか撮ったりとかしようかなと思っております。本題はねこれじゃないんですよ。ローレルっていうのはねこっちなんですよ。このロボットみたいなやつ、これがね入ってるので、これがこの発泡の中にね入ってね、ちょっと開けていきましょう。じゃじゃーんと、おーこれはちょっと怖いな、ちょっと出すのは。よいしょ、かっちょええ、すげえ。あー、こういう感じなんだ。でなんかちょっとね怖いな、触るのが。全体像はこんな感じでございます。いや、僕ねこういう武骨なロボット大好きなんですよね。ザブングルのねロボットとか本当に好き でね、これはねさっきの人が乗るんですけど、ここ開けるとこの中にコックピットがねあるんですよ。かっちょええですね。で、ねすごい技が細かいっていうか、ここにシャフトみたいなのがあって、これとこれがね連動していて、蓋を開け閉めするとここがね動くんですよね。ほらすごいでしょこれ。で、意外とね軽いんですよねこれ。すごい汚し塗装で重そうに見えるんですけど、もうめっちゃ軽いんですよ。うん、いやいいですね。足もちゃんと動くし、手も動くし、手は握ることはできないのかな、ゴムみたいな感じかな。うん、いやかっこいいね。乗せたいんだけどちょっとね怖くて、今乗せるのがなんかこんな感じで、どうなんだろう、ちょっと後でゆっくりやろうかな。うん、ここはね後でってことで、こういう感じでねここに立たせたりとかいろいろできるし、うん、かっこいいね。いや、ここら辺の動画もねいつか作ろうと思いながらね、3A のロボットっていうかね、あの辺も、買ってはいるんですけどもね、作ってないので、またチャンスがあればねそういった動画も作っていきたいとは思っております。はい、ね、長くなってしまったかな。うん、今年最後ね、いっぱいいろいろお買い物して、で、来年ね、また新しいいろんなことを挑戦していきたいと思いますので、ね、今後ともよろしくお願いします。なんか今年の締めになっちゃってるような感じなんだけども、まだね、数日あるので、いろいろ動画の方をね、アップしていきたいと思っているので、ね、また時間のある方はお付き合いいただけたらと思います。それではまた次の動画でしましょう。バイバイ。